こんばんは。北陸放送アナウンサーの入江美鈴です。今日も県内在住のね、怪談師兼 YouTuber として活躍されている近森ふげしさんとお届けしていきます。よろしくお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、私他にもいろいろなラジオ番組担当しているんですが、そちらの方にリスナーの皆さんからこの怪談奇談に対してのね、感想を送っていただくこともありまして、さやこさんという方は、毎週木曜日の夜は怪談奇談、楽しみで楽しみで待ち遠しいですと送ってくださいました。ありがとうございます。ありがたいですよね。本当嬉しいですね。嬉しいですよね。でも近森さんの方にもあるんじゃないですか、こうリアクションとか。そうですね、毎週その定期的に生配信というのを YouTube でやってるんですけども、そちらのでラジオから聞きましたと、ラジオからこちらの配信来ましたっていう方もいらっしゃいましてね、本当に反響ってあるんだなと、本当嬉しい限りですね。嬉しいですね、ラジオを聞いて、はい、近森さんの話面白いなってなって、その配信の方にも行ったってことですもんね。でも感想の中には、やっぱりちょっと怖くて、これ以上聞けないわみたいな、まあ、そのネガティブな感じではないんですが、そういったメッセージもね、やっぱりあるんですけど、やっぱりね、怖い話っていうのはその中毒性がありましてね、辛いものとかそういったものみたいに分かってはいるんだけども、結局このもう一度口にしてしまうもう一度聞いてしまうっていうのがやっぱりね、怪談の魅力、人間がね、この求めてる本能なんじゃないかなと。怖い話っていうのは怖いもの見たさとか、ちょっとやみつきになってしまうみたいな感覚ですかね。はい、そういった感覚に近いんじゃないかなと思います。本能から求めてしまう怪談って、そう考えるとなんか深いというか。そうですね、怖がるっていうのもやっぱり人間の本能ですから、そっか、それの本能に対する刺激を求めているのではないか。笑いが欲しいとかの反対に当たるんですか ね、 そういう感覚なんですかね。いや、面白いな本当にありがたいですね。ありがたいですよね、はい、本当に嬉しいので、いつでもね、送っていただきたいんですが、はい、こちらの番組では近森さんが体験したりとか、あとはお話を聞いた怪談話、不思議な話などを披露していただいています。今日も2つお話披露していただくんですが、まず1つ目は不思議な話です。こちらのお話はサービスエリアであった話ということですよね。はい、以前にもサービスエリアの話っていうのはしたことがあるんですけども、今回はですね、ベテランのもう20年ぐらい長距離 のドライバーさんをやってらっしゃる、50代の男性の方からお伺いしたお話なんです。で、この方が体験したお話なんですけど、これは怖い話というかちょっと不思議な話なんです。はい、で、この方普段はその愛知県の方から、九州の方まで荷物を配送するっていう長距離のドライバーさんなんですけども、いつも決まったルートを通ってるんだけども、確かこの時は普段は通らない、いつもはその山陰だとか山陽の自動車道を通るんですけども、この時はちょっと寄る場所があったらしくて、いつもと違うルート、四国に入るルートを通って走行してたんですね。はい、で、いつも、だいたいこのぐらいの距離に行くと、だいたいその荷物を配達する時間帯には間に合うなっていうのを、だいたいもうドライバーさん、この方はベテランさんなので、熟知してるのね、もう残りの距離がこれぐらいだったら、もう残り時間ってこれぐらい、そうなってくると、だいたい休憩する場所っていうのはほぼ決まってるんですね。で、そういったところで車を走らせてると、で、今回はちょっと違ったルートを通ってるっていうことで、四国のね、とあるサービスエリアに立ち寄ることになったんです。多分時間的にはこのエリアで休憩するのがちょうどいいな。で、あんまりここ来たことがなかったね。あんまり来たことがなかったので、勝手がちょっと分かんないサービスエリア、僕らにとってはちょっと分かんないんですけども、トラックドライバーさんって自分の車が止めれるサイズの場所っていうのが何回か来ると分かってて、だいたいいつも同じような場所に同じようなトラックって特に決められたわけではないんだけども、自分の車のサイズだとか方向転換のしやすさっていうのを考えて、確かに
例えば自分たちもその駐車場とかでもなんとなくこの辺に止めちゃうなっていうのがあると思うんですよ。ありますよね、うん、こっちが空いてたらここの方がやっぱり出入りしやすいからとか。そうそう、それのもっとね大きかったらより大変ですね。そうね、変なところに入ってしまうとその U ターンできないとか、うんうん、展開できないっていう状況になるので、で初めて来たサービスエリアだったからあの一周ぐるっと回るんですね、うん、どこに止めようかなと、うん、そうしたらちょっとねまあ出づらいんだけども脇の方が空いてるんで、そんでその大きな、ね、トレーラーなんですよ、はい、うん、トレーラーをこう横にこう止めたんでね、うんうん、まあ、まあちょっと規模的に小さいサービスエリアなのでそんなに大型のトラックがあんまりいなくて、なんとかまあギリギリ止めることができたんですよ。でまあちょっと休憩して少し仮眠を取る、トラックの中って実は仮眠を取るスペースがあって、はい、うん、寝ることができるんでね、なんか横になれるようなとこありますよね。横になれるあるんですよ。私も一回乗ったことあった。あ、そうなんですか、はい、あと屋根の上の方に登れたりもするんですよ。そうなんですか。そういったところもある。そういうところで休憩をしてっていうことなんですね。でまあサービスエリアには24時間空いてるので、うん、まあそちらの方で、休憩を取ろうか、ちょっと軽食を取ろうかと思って車から降りようとしたんですね。で車から降りようとしたら目の前にフェンスがあるんですね。まあ要はサービスエリアの仕切りですね、うん、はい、仕切りのところにフェンスがあって、そこに1台車が止まってるんですよ。うーん、でその車ってもう本当にあのフェンスに囲まれるようにして止まってて、はい、サービスエリアの敷地の外なんですね。なんか不自然ですね。うん、でなんでこんなところに車が止まってんだと思って、でちょっと見てみたんですね。そしたらその車ってもうものすごい珍しい車なんですよ。今はあまりないような車ってことですか？あの1970年代に作られた日産のバイオレットっていう、ちょっとね車好きの方の、あの年配の方とかって知ってる方も多いと思うんですけど、はい、まあ本当にすごい名車でね、あの車好きにはおっと思う車なんですけども、たまらないなっていうような車なんですか？うん、でその車が、はい、もうボロボロの状態、もう何十年もそこに放置されてるような感じで、でタイヤの空気なんても完全に抜けて、その地面にへばりつくみたいにベタッとなってるし、うん、で屋根の方も剥げてるし、もうガラスは割れてはないものの、この苔があの縁の方にねへばりついて、もう明らかに動かしてないと。廃車状態。廃車状態ですね。でまあそのこのねドライバーの男性の方も若い頃、ほんと小さい子供の頃にこの車を見てたから、わすごいな、懐かしいなと思ったんだけども、うん、もうとても動かせる状態じゃない、あもったいないなと一瞬思ったんだけども、あのまあそんなとこにあったらもう動かしようがないですからね、うんうん、で、あ珍しい車が止まってるのにな、もったいないなと思って、でそう思ったんだけども、あのまあ敷地の外にあるんでね、うん、まああのフェンス越しにこうくるくる見てたんですけども、まあ動かない車ずっと見てても懐かしいなと思ったんだけども、仕方がないと思って、でサービスエリアの中に入って、で軽食を、買ってきて、で車の中で自分のねトレーラーの中であの仮眠を取ってたんですね。で朝が だんだん白んできて、もう明け方4時か5時頃、もう今頃出発すれば、お昼前のその到着の場所には着くということで、そろそろ出発の準備をと思ってた時に、はい、もう一度ね朝起きて、あの最後に朝ごはんとあのトイレを済ませようと思って降りようとしたら、あのフェンスのところにあった車がないんですよ。え、もう動かないような、タイヤもダメになってたのに。そう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 、ないってことですか？忽然と消えてるんですよ。え、でそこにそのフェンスのところに、昨日は気づかなかったんですけども、張り紙というかプラスチックの、ね、ボードで看板が立ってるんですよ、はい、あのフェンスにこうくくりつけるような、うん、紐でくくりつけるような形で、うん、ここにあった車はもう丸月丸日に移動させました、ご心当たりのある方は、どこどこに連絡してくださいって書いてあるんですけども、はい、それもだいぶ昔、何年何十年前ってことですね。そんな感じなんですよね。だいぶ昔にあの移動させられた、もう看板もすすげてて、あのところどころひび割れてて、文字もかすれて読めないぐらいになってるんですね、うん、でも前日はあったんですよね。前日あった。でちゃん見たら、そこの場所だけ車が止まっててすっぽりなくなっているところだけあの草が生えてないんですよ。草が生えてなくて、はい、
あのへばりついたタイヤの跡が残ってるんです。タイヤの周りをこう、はい、跡がつくようにその周りだけ苔が生えてて、うーん、今までそう何十年もあった車がある日突然というかつい最近このつまんで持ってったように、うん、その場からいなくなってる。あれ？だって見間違いにしてはおかしいですよね。そう、だってそんな珍しい車が止まってて、うん、興味があったので、はい、じっくり見たんですよ、うん、それがいきなりパッとなくなっちゃってる。そんな数時間ですもんね。そうですよ、あの車の中で仮眠を取って、うんうん、で起きたのでせいぜい4時間か5時間ぐらいですよねの間にいなくなってる。あれは何だったの？このドライバーさんの方はそう一瞬思ったんだけども、うん、ずっとこのところで悩んでいても仕方がないので、もう出発の時間ですからね。でもう車を走らせて出発したんですよ。でここめったに来ないサービスエリアなので、はい、もうしばらく来ることはなかったそうなんですけども、うん、その帰り荷物を置いてまた愛知県の方に帰りの時に同じルートを通ったんですね、うんうん、同じルートを通ったら高速道路の対向車線に一瞬車がすれ違ったんですよ、はい、それがあの時に見た日産のバイオレット、うん、あれが自分の、対向車線を一瞬で走り過ぎていって、はい、あ、じゃあその行きのサービスエリアがあった方の車線ってことですもんね。で、その時の車もボロボロではなくて、当時のすごい人気だったメタリックレッドの赤い色の車、ほんと新車のような状態で。どうなんでしょう、でも何とも言えないですよね。でもあんまり見かけないというか、あんまり見かけないですね、珍しいってことだと。未だにこの街中で、まあ愛好家とか大事にして乗ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ本当に街中で走ってるのを見かけたら、もう明らかにもう古い車なんでね、うん、雰囲気が違うのですぐに目がいっちゃうんですけども、それが高速道路を走ってたっていう。なんか関係あるんですかね。そう、なんか怖い話っていうよりもちょっとまあ不思議な話、うん、何が起きたんだろう。で、あの実はね、車っていうのは日本ではなくて、うん、アメリカって結構ね車に取り付いた幽霊の話って結構あるんですよ。そうなんですか。日本でいうとその妖怪つくもん神、大切にしているものをお人形だとか、うん、草履だとか、たわしとか、ね、そういったものが妖怪化するつくもん神っていうのがあるんですけども、うん、アメリカってね車が妖怪化する、その幽霊化するっていうのがあって、これねその割とねその妖怪化する人気車種ってなんですよ。へえアメリカで。アメリカではあの車界ではその妖怪化する人気車種があって、あとね車で言うとワーゲンのビートルの旧型の丸っこやつね、うん、とねマーキュリーのマローラっていう車種と、はい、フォードのマヴェリックとねマスタングっていうのがどうもこれ幽霊化しやすい車らしくて。そう言われてるんですか。そうですね、これはそういうなんかことがあった。そうそう、アメリカ人の、うん、あの方からね教わった話で、そうなんだと。そのなんかフォードの車はやっぱりね長年乗ってるとかね、あの人格が出てきて、うん、あの幽霊化する、幽霊というかあのなんか宿るっていうんですよ、ね、魂が宿ってしまって。でね、やっぱね車長いこと乗ってらっしゃる方ももしかしたら自分の車に魂が宿っているかもしれないですね。そっか、怖いというより不思議？なんでしょう。物を大切にしましょうってことで、ね、物に魂が宿るっていうことですかね。そうですね、やっぱりこれ、うん、あの日本とかあのに限らずですね、やっぱり全世界でこういったような大切にしているものにはこの魂が宿りやすいっていうのはなんかもう共通認識のような感じですね。そうですね、日本でも結構あるかもしれないですね。そうですね、本当は車に関するお話とか、まあ、うん、どちらかというと、うん、魂が宿っていてほしいと思っているのは人間側かもしれないですね。そういう願望があるのかな、かもしれないですね。愛着もありますしね。愛着もあるし、うんうん、そこがその愛着っていうのはそのものをこう人格化してくるっていうところがその愛着の正体なんじゃないかなって僕は思ってます。そっか、今まで
車をそういう目で見たことがありませんでした。そうですね、あ、多くの人はそうですね、まあ、多少はその使い慣れたとか愛着とかあるかもしれないんですけども、うん、まさか魂が宿ってると思ってはないかもしれない。今日から見る目が変わりそうです。変わりそうかもしれない。ということで不思議な話していただきました。続いては怖い話ですね、はい、怪談ということなんですが、今日は真夜中のコールセンターであった話。はい、これはねちょっとね、まあよくある怪談といえば怪談なんですけども、あの生々しいんですよ。もうなんかコールセンター、しかも真夜中って不気味ですよね。ね、この話を教えてくれたのはあのお隣のね福井県に住んでる N さんという女性の方なんですよ。はい、うん、あのこのまあ N さんという方は僕とまあよくねオカルトの、怪談のお話とかイベントとかでよく顔を合わせる方で、あのこの方もオカルトが好きなんですよね。で、あのこの方がもともと九州で働いていて、であの福井にやってきたと、うんうん、まあ、実家が福井にあるそうなのでね、はい、で今そのご実家に住まわれているそうなんですけども、でこの方今そのコールセンターで働いてるんですね。でコールセンターでもあのどちらかというと業務用機械のコールセンター、うん、業務用の設備のコールセンターなので、あの24時間やってるんですね。あ、いつでも対応できるように、いつでも対応できて、まあ、本当に電話がかかってきた時はあの業務用の機械なので、はい、本当に大ピンチの時らしいんでね。確かにそうですよね。でまあ電話かかってきたらその接続するところなんですけども、うん、まあすごい大手のもう誰でも知ってるような電気の、設備のメーカーらしくて、これが意外と福井にあるっていうんですよね、はい、でまあ普段この教えてくれた女性 N さんというんですけども、 N さんは普段は昼間のシフトなんですね、うん、で普段は昼間のシフトをしていて、でごくまれに夜勤がある、ちょっと人が足りない時、人が足りない時で、もそれもこの仕事についてからまあ1年ほど経ってるっていうんですけども、今まで1回か2回ほどしかないと、はい、うん、まあ、だから自分はもう昼のシフトの人だと思ってたんですけども、うん、ある時夏のそうですね8月の中頃だったと言ってましたけどもに、あの夜勤のシフトが入ってしまった。どうしてもあの働いていたオペレーターの方がちょっと体調不良で休養ができてしまったので、この日は変わってるし、まあこういうこともあるってことは了承していたので、本当は夜苦手なんですけども、うんうん、まあ夜仕方なく入ることになったのね。であんまりやっぱかかってこないんですよ夜って。まあ24時間体制なんですけども、やっぱ電話なんて1時間1本とか2時間1本、うん、もしくはない日もあるっていう、はい、うん、そんなところなんですね。であの電話を待っているとこうなったんですね。電話かかってきた。で、いつものようにこの電話を取るわけです。そうすると、大体はいつもはその業者さんだとか設備をやってる方の専門の人があの電話かけてくるんですけども、うん、この時は女の方がかけてきたんです。やっぱり男性が多いんですか？男性が多いですね。うん。うん、まあ夜働いていると、ちょっと専門的な、うん、男性向けの工場とか設備のものなので、はい、でまあ、分かっている技術者の方だとか、うん、分かっているエンジニアの方がその電話をかかってくるんですけども、今回珍しく女性の方、女性の声、うん、まあ、女性のエンジニアさんもいらっしゃるので、うんうん、あのまあ、ないこともないんでしょうけどね、うん、でまあ、この N さんは初めて女性から受けた、うん、で女性の方って意外とあの代わりに電話をしてきたとか、あ、うん、誰かがいなくて困って電話をしてきたってことがあるんで、はい、ちょっとねちゃんと聞き出さないとあのうまく部署に伝わらないっていうことがあるので、あの慎重にお話聞いてたんですね。で、まあ、そのお伺いしてたら、そのどうもね、女性の方、よくわからないこと言うんですね、うん。なんかこう、あの、笑ってるのか泣いてるのかわからないような、低い声なのか高い声なのか、よくわからない、うん。最初、電話がその遠いのか、あの電波の都合で、うん、あの離れてる電波が途切れ途切れのところなのかな、からかけてるのかなと思ったんだけども、声ははっきりクリアに聞こえてて、はい、でなおかつその音量も一定、途切れることもない、うん、なのでこの人がその電話かけている向こうの方がこのそういったような喋り方でも、お困りのことは何でしょうかっていうふうなあの質問しても、なんかこう笑うだけ、
具体的に何も話せないってことですすか？か、なんかクスクスしてるっていうわけではないんだけども、なんかこう面白いドラマを見てるか面白いコメディを見てるか、そんなようななんちょかっ一と人悪い、でリアクション取っそうてるそうようなそう、感そんじ。な感じで、たまにこのいたずらをかけてくるっていうことはコールセンターにあるらしいんですけども、ここってその業務用の機械のコールセンターなので、電話番号っていうのも機械にしか書いてないですね。機械だとかマニュアルにしか書いてないので、一般的な家電製品のように簡単に電話が、かかってくるようなものではないんですよ。そうですね。電話番号を知りようがないですね。偶然かけちゃうことはあるかもしれないけども、で、そんなところでこの電話がかかってきてんで、いたずらにしてはどうやって知ったんだろうっていうところもあるので、で、まあ、本当になんかパニックになってて、そんなことをかけてるのか、それとも何か間違ってかけちゃって、で、そのテレビか何か、その音声がずっと流れっぱなしになってるのかななんて思いな切りがら、忘れてたりそうとそう。か。でも、聞いてるとそんな感じじゃない。何かこう質問をすると、どういった要件でしょうか、何かお困りでしょうか、トラブル起きてる機種は何でしょうかとか、エラーコードは何でしょうかっていう質問をしても、こう、何も、その質問に対する答えは返ってこない。ただ笑ってる。エネさんは一人で働いてたんですか？この場合には3人ぐらいいるんですよ。で、ちょっと、さすがにこれは、もうお手上げ、お要か領がしいわでかすら、もんね。わからないってことで、コールセンターに必ず、教育係というか、さらにちょっと担当の方がいらっしゃるらしいですね。そのオペレーターの、まあ、つないでくれる人の、さらにちょっと上みたいな方がいらっしゃるらしくて、この方に、お願いして、代わってもらおうと思って。で、その方に、電話のね、女性に、ちょっと私では分かりかねますので、担当者に、おつなぎしますので、しばらくお待ちくださいって言って、保留ボタンを押したんです。で、すかさず、自分のね、オペレーターの上司の子に電話したんですね。内線で電話したら、ちょっと変わってよって。ちょっと変わってよって。だからちょっと私変わりますんで、お待ちください。で、そういった返答が得られたので、もう一度保留を解除して、今、担当者に変わりますので、担当者に変わりましたら、症状を説明してくださいということで、電話を変えたんですね。そうすると、その担当者の話してる、喋ってる、対応してる声っていうのは、自分の、つけてるヘッドホンでも聞けるんですね。で、聞いてると、いわゆる上司がどういう対応してるかっていうのは、他のオペレーターが分かるように聞けるらしいんですね。で、それを聞いてると、上司が、そのね、今つないだお客さんと同じく笑いながら会話してるんですよ。いや、それは大変でしたねとか、いや、それは面白いですねみたいなことを言ってるんです。とても、オペレーターの会話じゃないんですよ。なんか盛り上がってるっていう盛りこ上とでがっすてるんか？ですよ。で、N さん不思議に思って、何をそんなに面白いことを話してんだろうって思って、ずっと聞いてたけども、結局わかんないんですね。まるで途中からこのドラマを見始めたかのように、何を話してるかよくわかんない。他にもオペレーターがちょっと離れた席に3人ほど座ってるんですけども、その方もなんかちょうど電話がかかってきて対応してるんですね。で、聞いてたら何を話してるのかなってずっとその上司の話聞いてると、急に N さんの座っているデスクの下から長いスカートが入ってるんですね。長いスカートが入ってるんですけども、その N さんのスカートを急に誰かが引っ張ったんです。グイッて。たまにこのキャスターでスカートを巻き込むことがあるらありしいんまですす。けど椅も、子の足でそうですね。ね、椅子ありなましす、あで。ります。僕も長いコートとか着てるときに椅子に座ってるとキャスターで巻き込んだりするんですけども、一瞬それかなと思ったんですね。それかなと思ったんだけども、違うんです。掴まれてるのは自分の靴なんです。えっと思って、そのデスクを下を覗き込むように見ると、真っ黒い手、それに赤いマニキュアを乗った女の手が自分の靴を掴んでるんです。思わず悲鳴上げそうになったんですけども、まだ音声は繋がってるんですよ。保留になってると言っても繋がってるので。で、自分が声を上げるとね、他のところにも悲鳴が聞こえちゃうんで、ぐっと我慢したんです。で、その手はずっと自分の N さんのね、靴を掴んだまま、
揺さぶるんです。ガクガクガク。その間も上司とその女の人は笑ってるんです。その音声がずっと聞こえてるんですか？つけてるヘッドからずっと聞こえてるんです。 N さんずっと息を飲んで我慢してたんですけども、その点がスーッと消えてったって言うんです。しばらく経ってから。で、そうこうしてるとイヤホンから、そのね、つけてるイヤホンから聞こえてきた声がもう終わってたんですね、うんうん、ヘッドホンが。で、上司の方の声から対応終わったのでもう大丈夫ですよ、うん、で、まあそれが終わった後にその普通の業務に戻ったという、ね、で、そのシフトが明けた後に上司に聞いたんですよ、うん、あの時あの時間にあったの電話って何なんですか、うんうん、あの時どの時間にあった電話何なんですか、ずっと同じ日笑ってて気持ち悪かったんですけどってもう正直に言ったんですね、あれね、たまにかかってくるんだよ、8月のこの時期になるとかかってくるんだよって。今までも上司はもう経験したことがある。知ってたんですか？知ってる人から電話だったんで。あ、で、何があってかかってきたんですか？あれもしかして どんな人なんですかって聞いたら、うんうん、いや、あれはもう絶対このようなもんじゃないですよ、うん、上司が言うんですよ。男性のもう40代ぐらいの上司なんですけども、いや、もうこのようなもんじゃないと、絶対関わっちゃダメだから、言うの忘れてたけども、あれからかかってきたら、もう僕に回してもらうか、もう電話切っていいから。うん、そういえば、夜勤の女性のオペレーターが、そういや、そんなことを言ってたな。女の人からの電話は切っていいよっていうことを、そういえば言ってたなっていうことを思い出したんです。ああ、一致したんですね。そう、うん。で、それが入ったばっかりのごくわずかな時で、しかも夜勤の時にしかかかってこないっていう電話だったから、うん、もう頭の中完全に抜けてたの。あ、そうですよね、もう夜勤しないしって。でね、この話教えてくれ N さんという方、まだ女性の方で分かるんですけども、はい、よくはなんでこんなことがあったか分かんないんですよっていうことを僕に教えてくれたんですけども、実は福井県のこの場所っていうのは戦時中に空襲があって、うん、電話交換士の女性の方が亡くなってる場所だったり、その、戦争の後に起きた大震災で大きなこう被害が出て、はい、何人もこの生き埋めになったりだとか、亡くなられたっていう現場がすぐそこなんですよ、ね、すぐ近くなんですね。すぐ近くなんです。だからもしかしてその時の犠牲者の方か、亡くなった方の思いみたいなものが、うん、その電話に乗って現れてきたんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですけども、はい、まあ体験した N さんにとってはとても怖くて、うん、もう夜の、オペレーターの仕事には就きたくないっていうことで、 N さんは今でもオペレーターやってるんですけども、まだここで働いてるんですか？ですけども昼間しか行ってないそうですね、はい、いや、でもその方がいいですよね。でね、やっぱりね、ラジオってやっぱもう一人で聞く方が結構多いのでね、うん、自分が一人で仕事をしている、もしくは夜勤で一人の時だとか今だってありえますよね、うん、これから夜勤って方も、これから夜勤に行く方もいらっしゃるかもしれないし、うん、オペレーターの仕事をされてる方もいらっしゃるかもしれないし、階段っていうのはね、自分とこの環境が一致した時が一番怖いんです。そうですねMR も確か夜勤があるんじゃないですか？ありますよ。そういう時はちょっとこういった話をね、思い出してみるとより階段が楽しめるんじゃないかな。だから思い出してみると、大体その後っていいかもしれませんねってあるじゃないですか、うん、日本語で。今全く思えなくって言えなかったです。思い出したらなんか電話出るのもドキドキしちゃいますね。電話ってね、うん、やっぱりよく電話にまつわる階段って結構多いんですよ。結構あるんですか？かなりやっぱりオーソドックスな階段で電話にまつわるものって多いんですけども、僕は電波というものに乗ってるというよりも受話器の中に入ってるんじゃないかな、僕はなんかそう思うんですよ。え、受話器の中に？受話器の中にこの、はい、霊的なものが宿るんじゃないかなっていう。そうなんだ。人間ってね、意外とこの人と人以外にも、例えば返事をしてくれないものに喋りかけることって割とあるんですよ、ええ、でも電話って意外と
相手がいるって思ってるんですけども、実際自分が声をかけてるの受話器なんですよね。携帯電話の時もあるかもしれないですけども、で、自分が話しかけてるのは相手じゃなくて一つ前の受話器だとか、うんうん、携帯電話に話しかけてるんで、宿るのはもしかしたらこっちの受話器とか携帯の方じゃないかなって僕は思ってます。いやもう夜勤で電話出るのが今から怖いですそう思ってもらえるのがやっぱり怪談師、怪談をやってる人間の、はい、もう喜びですね。聞いてる方もこれから多分電話出る瞬間によぎるんじゃないですか、この話。特に真夜中だと怖いですね。怖いですよ、はい、真夜中の電話だけでもドキッとしますからね。はい、はい、楽しいお話なんですが、ちょっと時間になってしまったので今夜はここまでとなります。また来週この時間にお会いしましょう。さようなら。さようなら。